エイブルトンライブはドイツのエイブルトン社によるマッキントッシュと Windows 用のデスクトップオーディオワークステーションソフトウェア。最新のメジャーリリースはバージョン11。競合類似ソフトと同様に MIDI シーケンスデータとオーディオデータの両方を扱うことができる。スタインバーグの VST プラグイン企画に準拠しており、サードパーティーのプラグインシンセサイザーや プラグインエフェクターを導入して機能を拡張させることができる。ライブは他の多くのデスクトップオーディオワークステーションソフトウェアと異なり、二つの異なる制作画面を持つ。一つは他の類似ソフトウェアに似たアレンジメントビューであり、もう一つはライブ特有の制作形態であるセッションビューである。アレンジメントビューは他の類似ソフトウェアと同じく、 マルチトラックテープレコーダーのイメージであり、曲の先頭や途中からトラックごとに、録音していき曲を完成させる伝統的な音楽制作スタイルに適する。一方、セッションビューは一数小節の短いループを、トラックごとに多数作り、再生するループのグループを動的に切り替えることで、リアルタイムに曲を構成していくスタイルであり、エイブルトンライブが、 ライブ用ソフトウェアであることを象徴する機能である。アレンジメントビューとセッションビューは相互に行き来可能であり、セッションビューで曲の構想を練り、作成した多数のループをアレンジメントビューにコピーペーストして曲を完成させていくなどの手法を取ることもできる。エイブルトンライブのパッケージは、スイート、スタンダード、そして機能限定版のイントロに分かれている。 スイートは最新版のエイブルトンライブの他にも豊富なライブラリー集、7種類のシンセ、サンプルベースのインストゥルメンツといったものが付属する。逆にイントロは初心者向けもしくはライブシリーズ購入を検討している人向けであり、機能的にも制限がある。この他にバンドルソフトとして付属し、イントロのさらなる機能制限版であるライト版も存在する。 エイブルトンライブは C で書かれ、商業ソフトウェアの一つとして2001年に最初のバージョンがリリースされた。よく言われるようにライブは MAX、MSP でプロトタイプされたわけではないが、オーディオデバイスのいくつかのモデルに用いられた。2009年4月に8がリリースされ、バージョン8.4から Windows、Macintosh ともに6 4ビットにも対応した。 2013年3月に約4年ぶりのバージョンアップとなる Q が発売された。サイクリング74が開発していた信号処理ソフトウェア MAX との連携を深めるため、上位エディションのスイート Q では MAX の機能限定版である MAX4LIVE が提供されるようになった。また赤いプロフェッショナルとの協業によるパッドハードウェアコントローラのプッシュにも対応した。 2018年3月に5年ぶりのバージョンアップとなる10が発売された。以前からエイブルトンライブと密接な関係にあったサイクリング74を2017年7月に吸収したことで MAX との統合がより進化している。プッシュ2の対応機能がより豊富になった。上位版のスイートでは新しいソフトウェアシンセサイザーのウェーブテーブルや コンボリューションリバーブを利用できるようになった。ありがとうございます。